chair, I gave it to my dad. This is my dad's room, and it's at his desk. あ、当たらなかった。最近クレンジングこれ使ってます。なんだっけ、ナンバーズインの5番のオイルクレンジングなんですけど、マツエク OK なんですよ。超助かってる、マジで。マツエク OK のオイルクレンジングって私的にシュウエムラのしか知らなくて、でもこれめっちゃ似てるの。でもシュウエムラより個人的にはこっちの方が好きでした。おすすめ。落ちた。ピカーン。じゃあもう今日は寝まーす。明日頑張って早起きするので、明日こそ起きるので、本当に暗くて申し訳ないんですけど、どうにかしよう。100均に売ってるナンバーズインの5番マジで好きなんですけど、じゃーん、これビタミン C、 これは肌白くなるし、なんかね、傷跡が薄くなったの。ここにあったニキビ跡が薄くなったので、まず使う価値あります。マジ5番天才、私の肌に超合う。この高そうなこのクリームなんですけど、重ためなんですよ。結構冬にいいかなみたいな、夜のこの本当に終了で使うマスク、本当にこれ肌白くなる。私だいぶ今年日焼けしたんですけど、なんかもうあんまりわかんない、黒いのか慣れたのかな、わかんないけど、ほら手と
顔の触れるくらい白くなりました。おやすみなさい、バイバーイ。なんか落ちあんて大丈夫かな。はーい、収穫タオル。いただきます。ね、意外と遠い。そういうこと？え、これ銀のやつさ、反射でさ、見えるじゃんね。いきますよ。せーので。おー、ありがとう。じゃあ、あとは。イエーイ。さっきもいなかった？これいないんじゃない。生きてるカズキだって。うわぁ絶対見えてないもん、ぶつかってるかわいい結構な勢いで歩いてない。あのさ、おいおい、早く進めよ。すごい、眉毛もそもそもでいいの。眼球どうだった？ね、見えてんの？空洞に見える。似てる。水色可愛い。ちょっとこの血管みたいな怖い。あの表面になんか線浮き出てるやついる。サービスすごい。ね、なんか修学旅行かなんか。帰ってきました。ダイソーでお買い物してきたんですけど、とかいろいろ買い物してきたんですけど、見て本買ってきた。人生は気分が10割。最近夜寝れなくて、本読もうかなって、ふと思って、TikTok でよく流れてくるやつあるじゃないですか。それがこの本だったので、ちょっと買ってみました。1500円した。本ってなんか地味に高いよね。ダイソーは、これ、お風呂のクルクル。なんかとんでもないことになってたので買いました。まあ消耗品です。とダイソーはこのなんかビーズのやつ作ろうと思って買いました。不思議です、買うものが。あとは学校のロッカーの鍵、これ引き出し、もうコスメが収納しきれないほどあるので、これとこれを買いました。クリアシンプルのこれをね買って片付け、これでちょっと片付けます。今やらないと言いますけど、でこれディントのティント買ってきました。なんか友達がいいよっておすすめしてくれてて、液漏れしないっていう。私の今使ってるやつ、色超好きなんですけど、めっちゃ液漏れするの。それが嫌で、ちょっと塗ります。暗くない？まだ色残ってるんですけど。
あ、色はちょっと濃い、ちょっと濃いね、ちょっと濃いめなんですけど、暗いからかな、電気、電気つけよう、電気。あ、かわいい、かわいいです。え、かわいくない？今使っていると大した変わらないかもしれないけど、かわいいですね。かわいい、かわいい、かわいい。なんか色の展開が30色くらいあった気がするので、多分みんな大丈夫だと思う。ディントディントでした。ご飯作りまーす。いただきます。